後半の方はちょっとメイクについての、新しく作ったプレゼンパワーポイントの、ご紹介などをしながらですね、今出版した本の内容でいろんなそのプレビューをいただいてまして、自分でもちょっと気づかなかったことがですね、この読んでいただいた読者の方からすごくいろんな、ね、コメントをいただいてて、あ、やっぱり出してよかったなというね、もう本当にそんな感じです。この女性の方々で、私メイク大好きやとか、私メイクめちゃくちゃ楽しいっていう人はもう別ですよ。だけどメイクってそんな、そもそも私しない方がええと思ってたタイプやとか、もうメイクなんか嫌いとか、もうメイク自信ない、もうめんどくさい、もうそういうちょっとネガティブに思っている方々にぜひ読んでいただきたい本ですよということを読者の方が書いてくれてるんですよ。これも Amazon のプレビューで見た時にもうちょっと自分の中で鳥肌立ちましたけども、あ、そっか、こういう見方をやっぱりしてされたんかなとか、こういうふうにやっぱり長年感じて、メイクに感じて不安や迷いや心配や、悩みをお持ちだったんやなということを改めてですね、僕男性ですから、よく女性のこの立場をね、より理解しようとして、一度活動してきましたけども、これやっぱ本を出してみて余計に分かりました。そこら辺をですね、後ほどお話しさせていただきます。このメイクアップもそうなんですが、いかにいい情報を早く察知するか、そしていかに自分の中にこう価値観として取り込むかによって、時代の流れにこう流されるんではなく、時代の流れをこう作っていく側に回れると、こういうことを、常に思ってるんですね。だからこのメイクアップの、価値観ということに関して言えば、この出させていただいた本もやっぱり今までにないか本だということをですね、やっぱり皆さん読者の方も言っていただいたり、同じ美容家のですね、先生方、僕の、メイクアップの仲間もたくさんいらっしゃるんで、そういう方に聞くとですね、やっぱり面白い切り口ですよということで、やっぱり今までのそのメイクに悩んでる方々の後押しになるようなね、そんな本になってると自分で思ってます。だからぜひですね、まだ買われてない方は買ってください。買って損はしない本でございます。はい、たった1500円です。1500円であなたの人生が変わるというね、本当にそんな本でございますので、そのプレビューをちょっとね、まず最初に、紹介させていただきます。本当にありがたいです。このねプレビューの中で、ね、Amazon とかで見ていただいたら分かるんですけども、人からの紹介で読みましたということで、ある、一人の方が書いていただいてます。これはですね、今まで読んだことがあるメイク本では、著者が勧めるメソッドだけを紹介する、もしくは悩み別アプローチを並列する、憧れのタイプに寄せる方法を紹介するというパターンでした。一つだけだとどうしても自分に合わないところが出てきますし、たくさんの方法が並んでいると自分がどれに当てはまるか分からず、大して活かせずに終わっていました。こちらの著者によると、もともと人には3つの脳タイプがあり、それぞれに対応したメイクのタイプがあるとのこと。著者は3つのタイプ全てを身につけ、時代に使い分け、組み合わせることができるようになることで、本来コミュニケーションが取りにくい他のタイプの人との関係も改善されると提唱しています。メイクが自己肯定感を上げるというのは、さまざまな著書で目にする主張ですが、より積極的にメイクの力を利用するというアプローチと思います。3つのタイプ全てを身につけるのは難しそうですが、これまでの受講生の方の変化に説得力があり、やってみようという気になりました。早速明日から楽しみますということで、この中の本の中にもですね、ありがたいことに書いていただいているんですけど、全く今までメイクを習った方のない方でも、3つのこの顔の変化をですね、成果を上げているこの受講生の方々のこういうね、例もここに入れてるわけです。これを見て、よしやってみようという気になったということですね。ありがたいお話です。ですね、メイクに興味のない人にぜひ読んでもらいたいと、こういうふうに、ね、テーマで書いていただいてるんですね。メイクというものが心の底で求める生き方、時にそう生きるべきと信じている生き方を表すものだと知りましたと。メイクが楽しくない、苦手と思っている人は本書を読むと、なぜ自分がメイクよりもぶっちゃけノーメイクの方がいいと思っているのかが分かるかもしれません。そしてノーメイク以上に、あなたらしい自然な美しさが出るメイクの仕方のヒントを得られます。メイクに興味ありませんと言い切ってた方にぜひ読んでいただきたい本ですと。もう本当にね、僕がね、もう声を高らかに言いたいことをですね、
この読者の方が、ね、わざわざ書いていただいている、もうこんなありがたいことはないわけでございます。おはようございます。はい、おはようございます。僕自身がですね、実はこうかなり変わってると思うんですね。で、今日はあのこの放送の前にいつもね、あの家内がですね、あ、家内って言うたら怒られるわ、神さんっていう、あのね、奥さんとか嫁とかね、あの家内って言うたらあかんですよ、神さんって。あのこれもね、あのハッピーミラクルアーティストのね、えっちゃんに教えてもらったんですけど、やっぱり言葉遣いも変えていかないとね、メイクを変えるのもそうだけど、思考を変えたり言葉遣いを変えたりすることっていうのは本当に自分の人生を変えていくことにつながりますんで、まあ、あの言葉選びましょうということですが、その神さんがですね、その前、この放送の前にやってたのが、こう髪の毛の分け方、要は女性の方もそうなんですけど、僕らもそうなんですけど、髪型を一定のところでこう分けてると、どうしてもその分け目のところから、確かにその紫外線が当たって頭皮が悪くなって白髪が出たり薄毛になったりって立ち上がりがどんどん悪くなるんですね。で、この僕の写真見ていただいて分かりますけど、こうかなりいろいろとこう変わってるの分かりますよね。で、分け目もですね、色変えてるんですよ。で、ここ最近はですね、そのまあいろいろとそのかみさんにも教えてもらうんで、右側で分けたり左側で分けたりってこうちょこちょこやってます。で、こうすることによって何がいいかということをね、今日はご覧の皆さんに、髪型とメイクはものすごく関連性があるんですが、やっぱり前髪を僕いつも言うように上げるということになると、眉をしっかりと見せるということになりますし、前髪をこう上げ切ったら、このおでこが広くなります。おでこが広くなるということは、それだけ聡明に見える、つまりそのこの本の中で言っている凛としたメイク、凛メイクに近づけるメイクができるんですね。で、逆に前髪を入れて可愛らしくした場合に、例えばナチュラルにするって言った場合の、これうららメイクっていうんですけど、低タイプのメイクにはちょっと前髪を作ったりするんですが、その時の前髪の方向性っていうのもあるんですよ。これどういうことかというと、左脳と右脳っていうのは、これ人間のその体っていうのは、これね、体にこう肉体がこう逆に掛け算になってるんですけど、右脳って言ったら右ですよね。この右は左半身、左の半分に、体の半分に、対峙してるわけですね。で、左側は左脳のですから、左脳は右側の体になってる。どういうことかというと、右脳というのはどちらかというと、自然の自分のですね、子供のような自分の顔を出す、それがだから左側に現れるわけです。逆に左脳というのは社会的な顔なので、どちらかというとこう背伸びをして社会性を持たせるためにするのが右側の顔なんですね。だから右側を大きく、今日は右側を多めに出そうといった時には、右側のこの前髪を上げるということになりますよね。これ分かっていただけますかね。ちょっとそういうところを理解すると、今日はちょっともうプライベートで遊んであどけない姿を、例えば彼氏とか旦那に見せようって言った時は、要は右脳の方の顔なんで、左半分を広めに撮るんですよ。これは僕カメラマンでもそうなんですけど、やるときに撮影するときにいかに柔らかく撮るかとか、ちょっと凛とプロフィール用に撮るかによって、この方向性を変えるんですね。これ前髪の分け方ということを一つとってみても、これほどですね、すごく奥が深いわけです。で、これ僕の、今回その写真を今見ていただいてると分かると思うんですけど、かなりですね、25年前の顔っていうのはそういうところ全く意識してなくて、かなりおじさんっぽく見えてますよね。そして、だんだんこう変わってます。で、この赤っぽい顔ですね、赤っぽい顔って言ったかな、赤い、シャツの時なんかはこう髪型が全く違います。はい、で、この今の髪型もこうなってますね、はい、こういうふうにして髪型をちょこちょこ変えながらですね、ご自身の印象をチェックする、そして女性の場合はそれにメイクを、連動させる、そしてメイクだけじゃなくって服装とか服の色味とかで持ち物、イヤリング、すべてにおいてそのトータルでバランスをとっていけば、まあ、ヘアスタイル、メイクスタイルで、服装、そういうのも全てね、楽しめるわけなんですよね。だからすごく素敵な人やなと思う人っていうのは、そういうところがすごくバランスが取れてるんですね。ちぐはぐになっていない、まあ、そういうのを、まあ、ちょっと今日はちょっとお話ししたかったわけでございます。はい、まあまあね、雅子さんは知ってくれてるんですけど、これ後から見ていただくために、まあ、こんな風にして、結構ですね、いろいろとやってまいりまして、今56歳で全国出版を、終わったところでございます。はい、今56歳、そして、まあ、こんな感じで、9月30日出版をさせてもらったわけですが、
もう買っていただいている方はすぐ分かりますが、もうこういうふうにして3つの顔を作るということです。ご自身の顔は1つしかないって思ってる人が非常に多いんですが、眉1つでもこう見ていただいて分かるように、こんな水平ラインとかちょっと立ち上げラインとか少ししっかりした眉、この3つの顔を実際作ることができます。まずこれはできませんよね、はい、こう習っている方は最初はちょっと戸惑うか分かりませんけど、顔を作ることができます。これができるとですね、非常にそのライフスタイルの中でいろんな自分を演出できるわけです。それをまあマスクさんも書いてくれてましたね、魔法のね、魔法のテクニックって書いてましたけども、書いてくれてたらそういう部分がね分かってもらうと非常に楽しい、うん、で、こういう一般の方々もこれをご自身でできるようになってくるとですね、こんだけ印象が変わるわけです。手タイプ、目タイプ、耳タイプ、これを意識的に自分の顔を作りながら、そしてそれに慣れてくると組み合わせができるということになります、ね、こんな感じになります。まあ、今日こうやって見ていただくとですね、これをご自身でできるようになってほしいということで、説明をさせていただきます。で、まあ、ここからはですね、まあ、セミナーの内容になってきますんで、まあ、あれですけども、ちょっとこれだけね、説明しておきます。これね、アンケートを取ったんです。この本にも書いてますけどね、やっぱりあなたにとってメイクとはって言った時に、まあ、めんどくさいものっていうのがやっぱり一番最初に来てるんですね。で、確かにめんどくさいものというのはめんどくさいとは思います。僕ももうメイクするのに、あ、もうまたせなあかんかって、僕の最高で二十何人やったんですよね、バーッと並ばれた時に。それもね、ワンポイントだけでちょっとこうフルメイクとかね、成人式のみんなそうなんですよ。二十何人並ばれたらバーッとやって、最初はいいんやけど、またエジからまたベースやって、この眉描いてこれやってって、一人一人の顔に合わせてやっていかなあかん時に、メイクってなんとこう作業が多くって、それをバランス取んのって面倒やなと思ったことは事実なんですね。で、それをご自身が、皆さんがその毎日自分の顔に、ね、向かって何十年もやってると、もう単純になってきますよね。作業性がもう同じことを繰り返してるんでね。だからそれも分かるんです。惰性になっていくのも分かるんですが、まあ、そこにね、実はその、まあ、落とし穴があるわけですね。これずっと面倒くさいっていうものを朝一番の作業の時に思ってると、その面倒くさいという感覚が潜在意識に入って、まあ、例えば仕事のすんのをめんどくさいとか、なんかどっかに人に会うのをめんどくさいとか、何か新しいものにチャレンジするときにめんどくさいっていうのが、これめんどくさい仮面で僕言うんですけど、ネガティブ仮面というものがずっとなかなかね、朝一番からね、拭えなくなるわけですよ。だからメイク楽しいな、よっしゃここから頑張っていこうかっていう風なイメージの朝一番のテンションになれば、これね、おのずとその一日のね、成果とか行動力とかコミュニケーション力が上がるということなんです。で、これがね、ずっと僕長年やってて、やっぱりそういうことに気づいてない方がやっぱり多いなということで、今回この本の中身に深層心理とか潜在意識まで、影響を及ぼしてるんですよと。だから80になっても90になっても素敵な女性の方の共通点は、このメイクというものに対して面倒くさいとは思ってないんですね。これが楽しくて、これをこうすればこういうふうな自分の若返りができるっていうことをある意味楽しんでます。僕の大尊敬する小林照子先生なんかでも、もう常に新しいものを、そのメイクに取り入れたり、85ですからね。で、やっぱりその10代17、18ぐらいのこのやっぱり、生徒さんと常に接しているので、若い方のその意見をものすごく斬新に受け取るわけですね。で、吸収するから、それをまた85歳の経験に生かしてやっていくもんですから、普通の80歳のまあまあこんな感じの人っていうもののイメージがもう全くないわけですね。まあ、そこを、一般の方にもですね、ちょっと分かってもらいたいので、このわざわざこのアンケートの分析をして、そこから深層心理を読み解いて、じゃあメイクをどうしていけばいいかということを気づかせてあげたいわけなんです。だからたった一つの顔ではつまらんでしょ。毎日毎日何十年もやってきた自分の顔にたった一つのメイクをどうすればいいかって考えてるだけではつまらない。だったら3つぐらいの顔を、まず最低限3つこう印象が変わる顔ですよ、女優になった気持ちでやれるようなテクニックを作れば、あとはその中で自分でですね、組み合わせでいっぱい無限大のメイクができるわけですね。そういうことを、まあ、この本では言いたかったわけです、はい。まあ、少しでもその面倒くさいとか、もうメイクはもう単なる生活の一部というね、そういうもったいない考え方をですね、払拭して、新しいその自分の可能性に、チャレンジしてもらいたいなということの本でございました、はい。
この本の中身を凝縮してリアルに講座をしてるっていうのがですね、実はコロナ禍の中でもほとんどなくって、この名古屋の方でですね、久しぶりにオンラインではなくリアルにですねやります。11月の19日に名古屋に入ります。11時半から、まあ昼のセミナーですけども、まあもし興味のある方はまたご一報ください。あなたの顔がどれぐらいの情報量を発信しているか、真剣に考えたことがありますかと。あなたの夢やビジネスの実現のために、あなたの顔から出る情報を戦略的に作り上げる必要があります。これはビジネスに関わらず、自分のですね、人生においてもそうなんですよね。いかにその自分が、10年後、20年後、30年後、どんな自分でありたいかということを考えていったときに、今の自分のお顔をどういうふうに作り上げるかということが一番手っ取り早いんですね。顔と脳は表裏一体というように、まあ、顔の皮膚が読み取っている情報というのは必ず脳の思考にもですね、影響を与えているし、脳が考えていることが全部顔に出ます。だから、まあ、そういう表裏一体というものを考えていけば、まあ、自分の顔をいかに作り上げることができれば、まあ、脳も勝手に引っ張られるということですね。まあ、そういうことをですね、全部検証したことを具体的にやりながら、そしてメイクはじゃあどうすればいいかという具体的なそのメイクのノウハウについてもやっていきますので、まあ、こういう、セミナーの内容もですね、ちょっと新しく作りましたので、これもまた今日の概要欄のところにね、今日この配信をしたコメントのところに概要欄入れておきますので、ぜひですね、こういう内容も見ていただけたらと思います。はい、こうやって、何やかんや、雅子さんとは長いことこう今ね、やり取りをさせていただいています。実際リアルに会ったことがないというね、これまたリアルに会ったでまた面白いですね。なんかこう長年会ってなかった海外の人と一緒に会うみたいなね、こんなノリになるんかなと思いますが、今もう皆さんこんな今ちょっと状況が多いんじゃないでしょうかね。オンラインで遠方の方と出会って、でリアルにやっと会えたみたいなね、まあ、そういうことがあると思いますけど、まあ、そのリアルをまた楽しみにして、まあ、それまでに雅子さんちゃんとチェックできるように、僕はちゃんとチェックしますから、眉もね、今日は何輪で来ましたとか、今日はツヤで来ましたとかね、そういうふうに言えるように、ぜひ頑張って、また、はい、また宿題提出しておいてください。たまには写真出してくださいよ。はい、チェックさせていただきます。まあ、僕はこんな感じですね、本講座を受けていただいた方は、本当一生のお付き合いなしたいなと、一生のお付き合いをしたいなと、まあ、向こうがもう嫌と言われなかったら、まあ、そうは思ってますんでね、何かこうご自身の、きっかけにこのメイクの力を取り入れてもらえたらと思います。はい、ということで今日はぴったりと58分になりましたんで、30分で終わらせていただきます。はい、まあ、こんな感じで毎週見てる人、見てない人、いろいろあるか分かりませんけども、アーカイブで見ていただいている方が非常に多いようですので、まあ、ここ一応載せておきます。はい、それではまた来週お会いしましょう。またごきげんよう。日曜日楽しんでください。それではさようなら、バイバイ。